今日は義経の願いで呼び出したんだ。やあ直江くん、忙しい時にごめん。よう。直江くんに渡したいものがあったから、これを受け取ってくれ。源氏お守りだ。昨日の夜、三人で編んだんだ。直江くんは、義経たちが皆に馴染むように、歓迎会でいろいろと頑張ってくれた。今度はこちらが力になりたくて、こしらえてみた。これでも一応、英雄が作った編み物だ。少しはご利益あると思う。多分、ちょっとは。待ってくれ。渡すときに、もう一度パワーを込める。直江くん、頑張れ。応援してるぞよし、ありったけの源氏パワーを注いだ。よかったらどうぞ。礼はいらねえよ。借りを返しただけだ。お前大して編んでないのに、よくそこまで偉そうにできるね。紐を結んだのは俺だしな。お前と同じクラスになれば楽しそうだしな。これでも裁縫はできるんだよ。感謝して。それがいい。ファイト。試験終わるまではだらけぶ。休んでいいよ。得意点が持つ力を信じろ。ふふ、いい仲間になりそうじゃないか。川上桃代はキュートに去るにゃ。おや、生まれたばかりだね。おめでとうと言いたいところだが、この段階で捨てられてはどうあっても生き延びられないじゃないか。よしよし、私が里親を見つけてあげよう。隙がなかったから、せめて後ろこく参りで弱らせようと思ったのに。それではテスト頑張ってね。見守ってるよ。ルー先生じゃ直接的なカンニングは危険すぎる。ほらほら、騒がしいよ。静かに静かに。
ヤマト、試験どうだったの？祝うところなんだろうけど、ヤマトが S に行くのは寂しいわ。わかってるけどさ、ちゃっ！ここが私の特等席なのは変わらないからね。絶対受かってるって。ヤマト、ベスト尽くせたってよ。そうか、じゃあ受かってるね。間違いない、俺の勘は当たる。ところでキャップ、漫画持ってきたよ、マッドマサ。おお、サキュー、これ読んでみたかったんだ。冒険家の血がうずきそうでさ。変な風に影響されなきゃいいけどな。待ってたよ、たっぷり休むといい。じゃあ私も昼寝するか。試験結果発表いつだっけ？受かってるといいね。源氏のお守り、プレッシャーだったでしょ。2学期に入ればすぐに修学旅行がある。夏の間に怪我をしないように。では以上だ。直江はちょっと来い。選抜試験の結果でしょ。いいじゃないですか、ここで行っちゃっても。どうせみんなから聞かれるわけだしね。それもそうか。ではここで発表してしまおう。直江大和、 S 組編成試験見事に合格だ。おめでとう。うわーい、やったー、おめでとう。素敵だよ大和。さすがファミリーの軍師だぜ。ドイツを代表して祝おう。受かりやがったか。どうせなら S 組の奴らをコントロールして、こっちにちょっかいを出さないよう指導する立場にまでのし上がってくれよ。期末試験でいきなり出戻りなんてことがないようにな。50位以下は無条件で追放だっけ。油断しないようにね。おめでとうさん、こんなヤマトは俺様が育てた。やるじゃん、ナオッチ、倍率5倍だっけ、かっこいい。ちなみに他の合格者は B 組の森岡と C 組の竹内だな。おめでとう。これから同級生としてよろしく頼む。退屈な日常も今よりはマシになりそうだ。素直に嬉しいと言えばいいのに。さて、直江くんに祝いの言葉も述べたし、出陣するか。
てもいい提案だ、直江くん。ほら弁慶、たまには義経と出かけよう。休日はぐたってしていたいけど、ま、たまにはいいかもね。と言っても、この町はあらかた見て回ったぞ。弓使いにとって、地形の把握は最重要項目だからな。あ！そこはノーマークだ。しかし、港町か。組織の人間が活発に動いてそうだな。実は義経は、ベイブリッジを見てみたいと思っていた。あの橋を間近で観察したいんだ。主は結構橋が好きなんだよね。隣町なら移動も楽だろうし、OK で。稽古は朝済ませていけばいいわけだし、決まりだな。出かけることに対しては自由だけど、同行者に関しては茎のチェック入るね。主の場合は特に。でも直江くんは大丈夫だから。いいだろう。お前がいれば女二人で男一人なんてことはないからな。前も言ったかな、私たちと並んで歩くのが恥ずかしい年頃なのさ。与一は思春期。直江くんがいると弁慶や与一ともお出かけできるから、義経は嬉しいぞ。主、それでは私が放置プレイしているみたいだ。実際遠出を提案するとパスするじゃないか。いやー、てれりてれり。家や近所で弁慶と穏やかに過ごすのも楽しいのだが、遠出もしたいのだ。わかってるよ。だから今回は音もするさ。おお、S クラス編入試験合格おめでとうさん。義経ちゃんたちを見てくれとは言ったが、わしは試験に関して何も手を下しとらんからな。やらい、今回 S 組に入った直江たち3人を精神的に弱らせて期末試験で低い点取らせないか。そうすれば選抜試験落ちた俺たちにもまたチャンスが来る。何言ってんだてめえ。直江はいいやつだぜ。さっき俺のところに来ていろいろ情報交換できたしよ。誰かさんの不正の話も教えてくれたし。もう誰もお前を信用なんかしないぜ、アブラ。一緒に試験受ける予定だった俺のダチが急に腹壊したのもお前が関与してんじゃねえか。徹底的に調べてやる。くぅ。ヤマト、キャップから伝言。漫画のマットマスを見たらそわそわしてきた。マットマスの聖地であるパプアニューギニアに行ってくる、だって。
つものことながらしょうもないね。弁慶ちゃんもいるよ。んじゃ、さっさと行こうぜ。ここは人目につきすぎる。学生でいられる時間なんて少ない。俺はこの瞬間、今を大事にしているだけだ。お前も前に屋上でそう言ったろう。ほう、ヤマトが夜市のようなことを言ったと。夜市のようなことを言ったの？ねえ、ねえってば。社内では何があってもすぐ対応できる場所を陣取ることにしている。電車に乗る機会もあまりないからドキドキする。あ、義経たちが育った島がある。お、本当だ。その分、景色はとても綺麗だぞ。海の色が晴れた日にはエメラルドグリーンになるんだ。それを見ながら釣り糸を垂れつつ川上水を飲むのが最高。イルカくんたちと一緒に泳ぐのも最高だぞ。お長鯛とかは美味しいぞ。刺身やお寿司にして食べるんだ。夜市の好物の一つだな。ああ、一般の人は本物の義経とは思っていなかったが。随分と早いんだな。川上は都心にも近いし交通の要衝なんだなと義経は再認識した。
いい風が吹いているな。海風は落ち着く。米軍始まったか。二人で仲いいな。何を話しているんだ。本当だ。どうせなら食べながら歩かないか。いいね、女子学生っぽいね。どうせならダブルで行ってみないか、主。義経もそう思っていたところだ。気が合うな、弁慶。やれやれだぜ。女ってのは甘いもんが好きだな。俺はこの潮風さえあればそれでいい。フレーバー、義経は抹茶と小豆にしてみた。私はラムレーズンとメロン。ばらけているというか、ばらしているんだ。お互い途中で食べっこすれば4つの味が楽しめる。はい、弁慶、あげるぞ。抹茶もいいね。主もどうぞ。おお、ラムレーズンも美味しいな。ヤマトもちょっと食べてみる？メロン。アイスも食べていいぞ。どうだろうか。ん？どないやねん。今のはボケだから突っ込んであげればいいのさ、主。そのパターンだったか。勉強不足だった。よいち、船乗るよ。何をぼさっとしてるのさ。今日はジャン・ジャックルソーの誕生日なんだ。人間不平等起源論には影響を受けたなと海を見て思っていたのさ。もうめんどくさいから普通に来い。首根っこを引きずるな。船に乗るとワクワクするのは義経だけではないだろう。うん、そもそも義経がいた島は飛行場がないんだ。連絡船で隣の島に行かないとな。2時間かかるが。だから船は切っても切り離せない存在なんだ。いつか直江くんを案内したいな。義経の友達も紹介するぞ。イルカくんも混じっている。泳ぎを教えてくれたんだ。
ほら、あるじ、橋が見えてきたぞ。さすが観光名所、綺麗で絵になるな。あ、いや、なんでもない。他のお客が。わかった。それでは。やるな、女の子なのが惜しいぜ。音楽はよくわからないけど、ジーンときたな。うまいな、弟にも聞かせてあげたい。あ、どうも、どうも、ありがとうございます。いや、心が洗われるような音色でしたね。他のお客様も喜べば全然ありです。粋じゃないですか。下手ならやめていただけますかね。FF5 のビッグブリッジの死闘を吹けばいいのに。FF を知っているか。俺はセフィロスが好きなんだ。あの、直江くん、ありがとう。義経が吹きたくて迷っていたところを後押ししてくれた。もし怒られた時、自分が無理にお願いしたんだと義経をかばってくれることすら視野に入れて。ひゅー、いいねいいね、この源氏殺し。その優しさに感激したぞ、直江くん。認められているな。さすがは同族といったところか。